ました、初試し限定ピーナッツチョコですね。これが入りましたので、ちょっと紹介だけしたいと思います。一応これですね。これがミニピーナッツチョコということになってます。これがですね、ちょっと数えてみますね。ちょっと、ま、ちょっと、け、け、形状を見てもらいましょうかね。こういう感じで来てます。これで見ますところ、12個来てますね。12個ですね。まあ、こんなのが12個来てます。ね、まあまあ、数は12個って書いてありますから、12個です。これがですね、支払いの、金額を見ますと、税込みで400円なんですね。だけど、これ、まあ、ケースで入ってますから、これは、さっき言いました、219g ピーナッツチョコですね。これが12個入って、支払い金額は400円ということですかね。で、支払いはもう、クレジット決済でしてます。まあ、これ取ったところはですね、名称はサンプル百貨店というインターネット上の、そのサンプルを主に、こう、お買い得でする分ですね。これに申し込みまして、これがちょっと興味ありましたから、取ってみたんですけどね。これが、数は間違いじゃないと思いますね。一応、申し込みはですね、したのは24日ですね。24日しまして、初試し限定のピーナッツチョコですね。数量は1個になってます。で、金額は間違いなくちょっと400円になってます。で、これ1個が400円なのか、それかですね、まあ、12個入って400円ということですね。まあ、支払いは、だけ、要するに、まあ、これ全部16個出せないんで、こういう感じで、これ1個が16、あ、すみません、こっちですね。16個入ってますから、これは非常にお買い得ですね。元の値段がちょっと、これいくらか忘れましたけど、かなりこう、安くなっていると思います。まあ、ちょっとすみませんね。ちょっと、せっかくですから、私が中を開けて、どういう感じかですね。まあ、これで、この袋がですね、16個入ってれば大変お試しですかね。お買い得と思います。これが、重さで言ってますね。これがさっき言いました、1袋にだいたい、219g。数じゃないみたいですね。こういうのがちょっと入ってます。まあ、一回ちょっと、せっかくですから、私が味を見てみます。食べてみます。まあ、ピーナッツチョコということで、まあ、美味しいですね。まあ、私はこのピーナッツチョコが大好きですからですね。まあ、16袋ありますから、まあ、当分はありますんで、ゆっくり味わいたいと思います。だけど、まあ、私が申し込んだのは、サンプル百貨店の、初、お試しということで、限定ということですね。だけに特別、まあ、これが、これで、この大きさのが、要するに16ありまして、400円ですから、まあ、どんなに考えても非常に安いと思いますね。お買い得と思います。まあ、こういうことで紹介させてもらいました。まあ、だけ、まあ、皆さんもよかったら、このサンプル百貨店は、というのは申し込まれたらいいかと思います。では、今日はこれで終わります。ありがとうございました。